12月19日 J リーグ移籍情報。名古屋グランパスの日本代表 DF 藤井がベルギー一部アンデルレヒトに移籍することが18日濃厚となった。下部組織出身の身長187センチセンターバック、今季リーグ戦全34試合に出場し3バックの一角を支えた。対人守備に優れ、正確なロングフィードも持ち味で攻撃の起点にもなることなどが評価され、今年3月に日本代表に初招集された。来年元日の対戦にも選出されている。鳥栖がセレッソ大阪 MF 中原を獲得することが18日濃厚となった。関係者によると交渉は大詰めを迎えているという。中原は左利きのドリブラーで、今季途中に東京ヴェルディに期限付き移籍、16試合5得点4アシストを記録し、16年ぶりの K1 昇格に貢献した。つい大阪側は復帰させる方針だったが、実力を高く評価する K1複数クラブによる争奪戦に発展していた。今年 K2 の勢力図を変えたと言っても過言ではない中原を獲得するとなれば、小野、岩崎などの穴を十分に埋める活躍を期待できる。 FC 東京サガン鳥栖が完全移籍、 FC 東京の木村誠二日本代表 DF 木村の獲得に動いていることが19日までに分かった。関係者によればすでに正式オファーを出しているという。 FC 東京の下部組織出身の木村は1m86の長身と屈強なフィジカルが特徴のセンターバック。18年に2種登録され、当時 U23 チームが登録していた J3 にも出場、20年にトップ昇格し、同年9月12日の横浜 FC 戦で J1 デビューを果たした。21年に当時 J2 だった京都サンガ相模原で、22年は7月までモンテリオ山形で武者修行。今季はリーグ戦出場わずか5試合と不本意な成績に終わったが、 U22 日本代表ではレギュラーで起用されるなど、将来を嘱望される逸材だ。来年はパリ五輪予選、予選突破ならパリ五輪本番への出場も期待されるだけに、木村の決断に注目が集まる。ヴァンフォーレ甲府は19日、サガン鳥栖の DF 孫を完全移籍で獲得することを発表した。孫は正人も深谷高校から立正大学へと進学、2021年に鳥栖の特別指定選手となると2022年に加入、2022年6月からスウェーデン金沢に1年半の期限付き移籍を果たしていた。鳥栖では特別指定選手時代を含めて YBC ルヴァンカップで2試合の出場に終わり、金沢では明治安田生命 J2 リーグで31試合、天皇杯で1試合に出場していた。